どうも、釉薬研究クラブです。今回は天然わら灰を使ったわらじろ釉薬をベースに酸化コバルトを添加するテストピース作りの動画になります。出来上がりはこんな感じです。 6E と書かれている上半分が今回のテスト結果です。濃い青色の釉薬になります。わら灰には合成わら灰と天然わら灰がありまして、合成わら灰は人工で作られた灰で成分が安定しています。天然わら灰は天然のものなので成分が安定していませんが、その分釉薬にいろんな表情が出るようです。 5E と書かれた下半分は合成わら灰で作った、釉薬になりますね。はい、では今回のベース釉薬の配合を見ていこうと思います。福島長石30、合成土灰30、天然わら灰40の、わらじろ釉薬になります。今回は4種類のテスト釉薬を作るので、1種類に対して 5g のベース釉薬を使います。それなので 5×4 で 20g のベース釉薬を作っていきます。はい、材料を測っていきますね。まずは福島長石を入れて、次は合成土灰ですね。はい、今回の使う天然わら灰ですね。すごい黒いんですよね。これが焼き上がると白くとか透明になるので、すごい不思議ですよね。面白いです。はい、材料が測り終わったら混ぜてよく乳鉢で細かくしていきます。ある程度混ざって細かくなったので、ふるいにかけていきますね。私は茶こしを使っております。これ結構時間がかかるんですけど、短縮してあります。混ぜ終わったので4等分しています。 5g ずつですね。4等分終わったら酸化コバルトを添加していきます。酸化コバルトの添加はこの画面に書いてある通りですね。 0% から 10%それぞれ添加していきます。配合が終わったので水と CMC を入れて、再び乳鉢の方でよく混ぜていき、テストピースに塗っていきます。塗り方も前回とかも話してるんですけど、濃いところ、薄いところとか作ってちょっと違いを見ていこうと思っています。4種類ですね、テストピースが塗り終わりました。はい、完成です。1日ほど乾かしてから 100V の電気釜で1250度で焼成していきます。はい、焼き上がりました。こちらですね、上半分 6E っていうのが今回のテスト結果です。 5E っていう下半分がですね、合成わら灰なんですけど、やっぱり表情が違いますよね。天然わら灰の方が結晶がこう出て味がある感じになっていますね。合成わら灰と天然わら灰は作りたい作品に合わせて使い分けたら作品の幅が広がりそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。今回から釉薬研究クラブオープニングとエンディングをつけてみました。左側が乳鉢の8個と右側が乳房の棒太郎です。釉薬研究クラブのマスコットキャラクターになります。よろしくお願いします。